B 編成新編成ビスタカーサイドロゴ近鉄1 1 0 0系電車とは、近畿日本鉄道が1959年から1963年にかけて製造した特急軽車両の一系列である。本校では解説の便宜上、上本町近鉄ナンバー当社の車両番号 F を編成名として記述する。1952年1月の近鉄車内市、光において、 次世代特急車の構想イラストを掲載するなど、この頃からすでに斬新な特急専用車についての構想を持っていたが、それが具現化するのは1958年である。日本国有鉄道が東海道本線にカルダン駆動方式を用いた新性能の特急系車両である20系電車を搭乗させて小玉での運用を開始し、 さらに同機構を採用した91系電車が東海道本線の急行、準急に投入されたため、名阪輸送で競合する近鉄は危機感を強めた。当時、名古屋線は大阪線、山田線と機関が建設時の経緯から異なっており、名阪間を近鉄で移動するには、両線が接続する伊勢中川駅で乗り換えを行う必要があったが、国鉄の準急 比叡に対抗するためには、名古屋線を標準機に改めて直通運転を行い、さらに国鉄の特急電車をも上回る設備の特急車を導入する必要があった。そのため同年、試作車的に1万警備スタカー7両編成1本を製造試作会特急に投入。その結果を受けて、本格的な名阪特急用特急車として設計、製造されたのが本系列である。 なお、もともと近鉄では、名古屋線の改め期間制を1960年2月に予定しており、そのため1100系ももともとはこのタイミングでデビューする予定であったが、1959年9月に発生した伊勢湾台風によって、名古屋線はその多くが壊滅的な被害を受けた。しかし当時、近鉄の社長だった佐伯勲はこれを逆手にとって、 改め期の前倒しを決断。改め期完成。本系列の登場とも本来の予定よりも1年3ヶ月、前倒しし、1959年12月12日となった。1万系の成果と反省を生かした量産型2階建て特急車で、ビスタカーとしては2世代目となるため、近鉄公式の通称は、新ビスタカーである。3万系、ビスタカー登場後は、 ビスタ通よと故障されるようになる。もう一1 0 0型からさ1200型からも1300型による3両編成である。他の特急車両との連結を考慮し、先頭車両は、非貫通流線型と貫通型の2種類とされた。そのため本系列は3種類の編成が存在する。1959年に第一次車として、ABC 編成各4編成、翌1960年に、 第二次車 AB 編成各1編成と C 編成2編成。1963年に C 編成2編成の18編成54両前車が近鉄グループの近畿車両で製造された。第二次車製造時に各編成の番号を揃えるため以下の改版が行われている。B 編成 C 編成なお上級編成の改版により以下の2編成が 製造発注時と落成時の車両番号が変更された。1万系の設計を踏襲し、側窓を複層ガラスによる固定窓とする空調完備の全金属製順調格構造車体である。窓配置はも1100.10300型が DD8、最 DD 1200型が上下階とも側窓が5枚ずつの5、 5D で、客用扉は1万系の 850mm 幅4枚寄り度では、なく 750mm 幅の2枚寄り度とされ、側窓はいずれも 1.5m 幅の大窓とされた。車体幅は 2800mm、高さ方向の寸法はもう1100.10300型で屋根高さ 3600mm、床面高さ 1100mm、 かまち高さと窓天地を共に 750mm とし、以後12,600系に至るまでの基準が確立された。座席はさ1200系1階のみ、シートピッチ 1,040mm の大型テーブル付き、固定式、クロスシートで、それ以外はシートピッチ 920mm の二人掛け回転式、クロスシートとし、 いずれの座席にも2250系から継承されたシートラジオを装備したほか、車内には列車公衆電話、冷水器を設置した。最1200系の2階席部分は快適性向上と収容力拡大を目的として、ドーム構造で2階席が2列プラス1列であった1万系に比して、各部寸法を当時の車両限界の最大値ギリギリまで拡大することで、 二階席を二列プラス二列構成としており、本来であれば建築限界に定触する規格外仕様として許認可が得られないところを実際の建築物に影響がないことを前提として運輸省から特任を得ることで問題を解決した。一万系同様、スペースの制約上から網棚は未装備である。塗装は窓周りが藍色で、その他がオレンジのツートンカラーになり、 以後2万1000系、アーバンライナーなど固定編成を組む車両を除いた特急用車両の標準色になった。近鉄大阪線列車衝突事故の時に連結されていたのは C 編成であった。流線型運転台の全面曲面ガラスは製造技術の問題から V1 編成のも1101のみ左右4枚構成以降は2枚構成とした。試作者の1万系では ボギー構造の電動車ユニット二組間に、両端車体を二階建てとした三車体連接構造の、付随車ユニットを前後から挟み込んだ混合編成等を採用したが、本系列では、両端車体を普通構造の電動車とし、中間車体を二階建てとする三車体連接車となった。これに伴い、連接台車を含めた一編成四台車をべて、電動台車としたため、 通常のボギー車であれば、電動車に両分に相当する走行性能を確保した。主電動機、編集主電動機は三菱電機メガバイトマイナス 3020D を拡大車に2機ずつ搭載する。駆動装置は WN ドライブで、波数比は1、3.85。全電動車方式で、軌道加速度時速 2.5km、S、減速度時速 4.0km、S。 平坦線釣り合い速度時速 150km、許容速度時速 170km33、パーミル、上り勾配釣り合い速度時速 98km の走行性能を実現した。主制御機、編集三菱電機アブフム -178 から 15mdh で、立行が直列15段、並列19段、弱め回、G4 段、回、G4 段。 発電制度が弱めかい、地4段、抵抗15段の電動カム軸式、自動加速制御機である。補助電源装置、編集日立製作所 HG-584、AR がも1300型に設置された。終電装置、編集東洋電気製造 PT-42、Q がも1100型に2機搭載された。ブレーキ、編集そもそも速制度。 発電制度と同期する HSCD 電磁直通ブレーキを装備する空気圧縮機編集 D-3FR ガム1300型に設置された台車編集全車ともベローズ式空気バネを枕バネとして備える近畿車両製の主力連式円筒案内式台車を装着する全電動車方式のため基礎ブレーキ装置は全形式とも台車シリンダー式の 両、抱き式踏み面ブレーキを搭載する。一次車 KD-30KD-30A 二次車。KD-41KD-41A 三次車。KD-41 回 KD-41G 冷房装置。編集1万系までの川崎重工業。ケム -7 集中式冷房装置の採用を止めて。冷凍能力2万キロカロリー。 エイの日立製作所製集中式冷房装置をさ1200系の前後で機部に設けられた機械室に各一機搭載し、そこから自社だけでなく前後の電動車へたわみ風道を用いて冷風を供給する構造とした。1967年より18編成中10編成について車内販売準備室を撤去し、ミニスナックコーナーを設置する工事を施行。 1969年頃より、トイレは、汚物タンク設置改造により、全体の位置をかさ上げする形で移設された。これによって、トイレの上部が2階席スペース内にはみ出す形になり、その部分を荷物置き場としている。1975年頃より、戦闘車にスカートを設置。また改造ではないが、1967年夏に3ヶ月間ほど1103階に、 テレビ受像機を搭載。もう1303にテレビアンテナ2機をカバーで多い設置する試験を行ったが、大阪線産幹部での受像能力の関係で採用を見送った。旧青山トンネルを出て、旧西青山駅を通過する1100系 A 編成を先頭とした上本町業特急。1959年12月に伊勢湾台風の復旧と合わせて、 名古屋線の改め機工事が完成し、それに伴い名阪ノンストップ特急が運転を開始すると、本系列は当初の予定通り6両編成で運用に投入され、上本町駅近鉄名古屋駅間を下りが2時間20分、上りが2時間27分で走破した。その後1963年3月には名阪間2時間10分に短縮され、当時の国鉄を価格、速度、 居住性などの面で凌駕した。これにより、名阪間の市場占有率は1963年には近鉄が69.4%を占めるなど圧倒的な力を持つことになるが、1964年に東海道新幹線が開業し、光が名阪間1時間31分で運行するようになると勝負にならなくなり、1965年には シェア32.7%、翌1966年にはシェア19%まで急速に下落した。そのため、1965年以降は本系列は、新幹線に接続する名医特急や、堺特急などへ転用された系列との根血運用が増加し、本系列のみによる6両編成での運用は大幅に減少した。その後に開発された一万二千系。 12200系スナックカー登場後は本系列も車内売店として一部の編成にミニスナックコーナーを設置し軽食、酒を提供した。以後の名阪特急は本系列の3両単独編成や12000系の2両編成による運行となったが1975年には本系列は名阪ノンストップ特急の運用から外れその直前からは 車両限界の制約がなくなった京都線、柏原線にも一部が転用されるようになった。しかし、以下の問題点が露呈し始めていた。これらの点で1977年から12,400系の登場により、廃車が開始され、1979年には3万系を後継者とする形で、全車廃車が決定された。廃車直前の時期は名位をつ特急。 ケなナ特急、ハンナ特急などで運用された。しかし本系列は近鉄を象徴する車両であったため、1978年春から、廃車を記念しし運転でも実施されることのなかった、A 編成 C 編成 B 編成の3、編成並結給料編成で名 A、番位を打つ特急に投入され、翌年7月のさよなら運転まで続いた。2000系に転用された、 KD-41L 台車本系列は12,400系及び3万系の登場により1979年10月の1万1 1 8回をもって全車廃車された。当該編成は廃車後も1年余り高安建区に留置されていたが、その後解体された。保存目的も含め現存する車両はない。廃車後は以下の部品が転用された。ありがとうございます。